人の幸せってくいじゃないですか人の幸せってくいじゃないですかどうもウエストランドイグですコウですはい一週間ぶりでございますこんばんは、えー、今宵もバキドブルーを背にね、えー、おなじみのねおなじみのバキドーブルーを背にやってるんですけど、はい、はいはいはいあのー、まあ夏が続いてたじゃないですかずっと、うん、まあもう冬になりますね本当にまあまあ寒いよいよみんな言ってるでしょまあまあ、ね、うん、あの本当に言ってるねマジっ謝ってほしいわ秋ないねって だろうんあ秋ないね謝れよ誰に全員僕に僕がもう何年も前から言ってたじゃないですかずっとこういう話、うん、その時は「へ,へへへ」みたいな「またまた」みたいな言ってましたけどもういよいよそうなりましたね本当にまあ本当に正式になんか言ってましたね <laughs> テレビ番組 <laughs> そうそうワイドショーとかでやっぱりね先駆けなんですよ僕が言ってるの大体最初は だからそ死んでから評価されるんだろうな、<laughs> <laughs> このまま行ったら <laughs> 評価はされない <laughs> いやでも大体当たってたじゃないですか、もう、宮根さんん的な人が言ってたももそ、ね、そうそうもうワイドショーであのちゃんとん権威ある人が言うぐらいっ、うん、っなってるでしょ、言ったらあの、ね、タッチパネル式の自販機とか、うん、あ,あれはね。 いや行ってねえわバールでバールで行くか <laughs> いやなんかそのスイカを置くタイプのチャージのやつとか,あ<ー>かこんなのいるかみたいなって本当に徐々に合ってるんだよ、ね、僕が結局券売機も行ったんすか行くわけねえだろ捕まるよそんなことしたら <laughs> JR からもう目の敵にされるだろ <laughs> でも本当にすごいですよねもうマジで30度ぐらいがずっと続いて、うん、多分急に10度とか15度とかもう15度もないな本当十10度とかなりますよ か外でなんかこうロケとかのお仕事させてもらっていると急にめちゃくちゃ暑くなったり急にめちゃくちゃ寒い23時間単位で移り変わるでまあだから次の日ですからね大事なのは本当に、うん、だから皆さん気をつけてください引き続きこれはね、うん、こんだけ言ってるんですからあと謝ってください謝,罪を謝ることはないよ別に。いや謝るべ だってあん時はヘヘヘみたいな感じでい別にそのバカにしてはないもんああ言ってらぐららい、まあ、言っては言ってらは謝る必要まあるだろうけどはその通りになりましたね毎回そうなんだよなんか言い過ぎだろとかう怒りすぎだろって言うけど先に怒ってるだけだから早めにまあ怒ることではないけどね早めに怒ったことですごい言われるけど、うん、結局合ってますから全部全部ではないけどね全部合ってますよ大体のことが。 マジで西国分寺駅とか見とけよ、本当に。どうせ変わるんだから、色とか、<laughs> あの駅の感じとか,か。やめとけよ、お前、重機は。 いやいやだから銃器はやとけなんで捕まってねえんだよ僕がそんなめちゃくちゃやってバールはええいやいやダメだよバールも持ち道具だけにしたけよいやだから乗っていくなよなんで乗っておぎくぼからおかしいだろおぎくぼから銃器に乗って大目国分寺駅だだ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 で行ってその GTO の最終回みたいな感じでそうそういかねそうそうじゃねえよ内山田先生こういやいやあったけど内山田先生教頭ないいんだよ GTO の話 まああの実はですね実はってこともないんですけど1週間で2回ほど津山に帰らせてあそうですねちょっと立て続いてねまた告知できるものはおおい告知させていただきますけどなかなかないですよね短いスパンで本当に1週間で2回帰りましたからしかも津山ですからね岡山じゃなくてその間こっちでもお仕事あったんでずっといたわけじゃなく行って帰ってきて行って帰ってきてっていうそうねまあ感じなんですけど まあ僕はさっきっきき帰てたんですけど <laughs> お前はもう <laughs> お前は何なら入れた可能性もあるよなその気になるまあね下手すりゃ <laughs>、うん、入れたな何とか浅めのしお仕事 <laughs> 浅めの仕事なんかねえわ緩めの仕事だったからね,ねえわそんなのは <laughs> まあでもあの帰らせていただいたんですけどはいろ、はい、んなとこ行かしてもらって、うん、やっぱさすが地元 っていうだけあって、結構みんな「わーおかえり」みたいな言ってくれて、うん、本当になんか嬉しかったですねその言ったら、うん、別に東京で歩いててもそんな感じじゃないけどない、ね、その、おじいちゃんおばあちゃんとかも結構「わー、うん、おかえり」みたいなとか、うん、やっぱどこ行ってももう結構行ってもらえたじゃないですかまああと衣装でうろうろしてたっていうのもあるそうで、ねまあ、それはも,もちろんありますけどねただあのあれと思ったっていうか、うん、結構衝撃 衝撃だったんですけど、うん、まあ僕ら二人とも岡山県津山市出身、うん、ましてウエストランドって岡山にあるショッピングセンターからつけたっていう,うだから誰でも知っ名前だけで言えばそうなれば地元の人なんてピンとくるし、うんうん、おじいちゃんおばあちゃんもわーとかしかも狭い田舎ですから二、うん、個,個たどれば誰かの知り合いぐらいなもんで誰々知っとるぐらい共通の知り合いがもう必ずいるぐらいのねだからそりゃ地元帰ってね、なんかカメラ回してりゃみんななんかだとは思うでしょうし。 よくわかんなくてもああわあとなるでしょうけど結構いろんなとこ行ってまあロケとかもやらせてもらってお店とか行ったりとか行ってその店員さんとかまあいったらさっき言ったようにおばあちゃんとかわあって言ってくれたんですけど僕にしか言ってなかったよなその気づいた気づいたお前気づいたといあの当事者だからね結構ガチでロケで誰が来るかというかそのまあ取材 とかあるとしても誰が来るかわからない状態で急に僕らが行くみたいなアポなしみたいな感じだったんで行ったらわー井口くんお帰りみたいなうん伊口くんって言ってたね完全に今思い出したら <laughs> そう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 ,そう <laughs> あのー、地元でそんなにじゃない方になることあんの、うん、なんか <laughs> すごいっしょ <laughs> いやっていうかまあ言うじゃんネタじゃないけど、うん、お前全然出てネとか仕事ないとかそういうのやったりはするじゃないですか、うん、東京でもねもちろん,うん、うん、でもまあ ちょっと冗談の範囲もあるし、うん、別に僕が本当にめちゃくちゃ出てるってこともないからまあそういうテーもでもめちゃ丁寧にでも2人とも知った上での感じですけどより、うん、によって地元が一番差を感じるぐらいそうね <laughs> 完全に俺に背向けとったあのババアいやあのババアっていうな、あの <laughs> 僕だけと写真撮ろうとした人もいましと <laughs> 言うと、うんまあ、お昼ご飯食べに行ってたら、うん、わわ 何してんの井口君みたいなまたなっておばあちゃんがそれこそ見えてお好み焼き屋のババアなそんな言い方すんなっていうかあのもっと言うとそのお店にはちょっと数日前に行ってるんですよねロケでそうそうそうその重えてお好み焼き屋さん行ってそこでも大将も井口君よう頑張ってるなみたいなもういじってきてんだその。 甲本くんもいいけどなみたいなまあ,あんな人はもう優しい方です <laughs> いじってくれてるんだ、まあ、そう分かった上でね甲本くんって言ってんか確かにねちゃんと そこら辺のただ三重の場は樋口君しか言ってなかったあいつだけはうるさいやめとけでもほんにそうだったんですあの場でも頑張ってなみたいになってウエストランドも言わんかったそこに行ってお客さんも僕とだけこう写真撮とかあってで数日後全然関係ないうどん屋さんで普通にそれは合間にご飯食べてたら今日休みだゃ三重のおばちゃんがいて「うわこの間も」みたいになって「ちょっとサインちょうだい」ってなって 多分だから持ってるかたんにトートバッグにこれに書いてみたいなのを持ってきて黒の水玉模様のトートバッグそうそうあれどこに書くんだよぐらいの感じだったんですけどあウエストランドさんにまずお前から書くことが多いじゃないですかそうねアテナとかも大体まあそうそうまあどっちがかというと字が下手だからねだからいつもじゃ例えばアテナ書きとかするとき先に書いて全部書いて僕がその後自分のとこ書くって自分のとこだけ書く 感じだからその流れでいつも通りお前が持って、うん、レストランとか書き始めたらめちゃくちゃ不安な表情てして誰こいつみたいな<う>で書き終わった時にすぐそれ取って僕のほうにこう <laughs>、ね、<laughs> あの時多分僕2、まあ、イとも衣装だったけど多分お前上着脱いんでたからか、うん、ああそう暑かったからね衣装シャツじゃんただの、うん、T シャツ僕は一応まあ超ネクタイとか、まあ、あのベストベストがあったしね余計だったのか,か、ねうん、シャツだったからか本当になんかおば じゃあもうちょっと泡なんかえみたいな泡してましたね <laughs> あんなことある地元で <laughs> すごかったよねほんま、うん、お前の方しか見てなかったよみんななんなんだろうな東京よりそうだったよな、ほんとに東京よりそうだったね地元でマジでなんか映ってないんじゃないうん <laughs> そのお前は映ってないよほんとにそれはもうでも昔からで結構 <laughs> いやでも結構2人でなんかしゃべっててお客さんは声かけてくれて お前としか喋ってない人はたくさん、まあ、やっぱり僕も言われて本当にちっちゃいんじゃなとかやっぱ言われるけど身長の感じってマジで分かられてないっていうかこんなにちっちゃいと多分思ってないで、うんうんまあね、でかいと思われてるんでしょうね全然ちっちゃいですからね、うん、2二人ともね背が低いですからそうそうあと面白かったらそのおばあさんですよおばあさんが、うんがうちくん あのいつも見て応援してるわみたいなじっくり「聞いたろう」見たでみたいなじっくり「聞いたろう」「イグチンランド」の話をしたじっくり「聞いたろう」深夜のテレ東の番組をめちゃくちゃ尖った番組見とったまさかのね田舎の結構今年1年というか半年ぐらいいろいろ出させていただいたじゃないですかそったら「官邸団」も出させていただいたしダウンタウン・デラックスとか水曜日のダウンタウンとかいろいろ出させてもらってる中2年ぐらい前に出た「じっくり聞いたろう」 じっくり聞いたろ見たぜって千両のババアなだからいいようどん屋千両のババだからいいよあいつ森の方見てない絶対許さんあのおばあちゃんが一番見てなかったよ多分し知らなかったよだってじっくり聞いたら僕が一人出てますからなんでうどん屋千両のおばあさんじっくり聞いたろ朝から仕事もあるだろうあんなドシーンやいやほんま昼もい大忙しなのそうそうそう人気のねうどん屋さんですから なん <laughs> でじっよりにもよっていろいろあるだろうと思いましたけど、うん、まあ好きなんでしょうねじっくり聞いたろう、ね、まあ面白いからねまあね、うん、だから意外とやっぱ大人が見てこうまあディープな世界知れたりするから楽しいのか知んないですけどど、まあ、<laughs> スケベ番組ですけどね気まずいよな、うん、あんなところでじっくり聞いたろう見たでって言われても何とも言えない <laughs> まあ全然ねありがたいんですけど、うん、あとやっぱまあそりゃそうだな っていうのはありますけど、うん、もうどこ行ってもあのー、同級生がいましたね。<laughs> 極端に言うと<部>本当に、あのー、なんかいろんなお店飲食店とか、あのー、あの行くとまあもうしまいには同級生の家だったしな。うん、そのスタッフさんは何も知らずにそこ<あ>ここで食べて,なっても、たまあ、ね、もう。 もろ同級生の家だったりまちょっと違うところロケ行っても同級生が働いてたりとかねほとんど地元ですからそんな感じだったんですけどまた告知もさせていただきますし今後またねちょっとご時世落ち着いて今落ち着いてきてる状況なんでそのまま落ち着けばもっと帰れたりすることもあると思うんで収束してほしいねこのままねまた今月末には帰るしねまた今度はあ あれ、あれ、なんてよったかなお前のおじいちゃん、美増作のおじいちゃんって藤原っていうのああ、そうそう。うん、弟が取材行っとったそういや。なんで本出したの。てよったか、前んかあん自分、し出したっていうか、その、うん、書いただけ、別に売ったりはしてないですよ、その。 金の卵シリーズじゃねえんだからうちのじいちゃんの売れない芸人の金の卵シリーズじゃねえんだからでもああの多分本は書いて僕は持ってますけどその身内に配るとか近所に配るぐらいの感じだと思うけどああそうなんあじゃないの、ね、弟が取材行ったらしいその説明もいるか弟,弟はケーブルテレビで働いてる三馬、うん、作のうちの僕のじいちゃんのとこ行ってで藤原さんっていうーーとこ行って、うん、何で分かったっていうんだうなん,かなんかであれこれ 井口のおじじいちゃんじゃんねえかって井井井口口口ううななまず思うな井口と井口さんと思え <laughs> 絶対に僕の弟はもう僕の友達全員なめてます <laughs> なんでだよ3つぐらいした3つよってしただろもうな泣かされたことある <laughs> いやでもそうかじゃあ何個言ったのか何個やってのか取材したって言ったよお前のおじいちゃん,うんそううちのじいちゃんちの、うん、まあ付近でもないけどその辺のお祭りに今度また出させてお祭りじゃないの じゃねえかなんかイベント見出させていただくんでちょっとそれもまたひいじいちゃん下半身が飛行機ですからだからいいよ違う違うひいばあちゃんの兄貴なあと下半身が飛行機じゃない飛行機に乗りたかっただけでいろろめ面倒くさいんでろめ面倒くさいからいやでもあのこんな話するのもなんですけど実家にも帰ったんですよ久しぶりにそしたらもうさすがにちょっとあの弱ってましたね じいちゃんばあちゃゃんんばあが乗り換え時じゃん <laughs> 乗り換え時じゃねえ楽しそうに言うな <laughs> いやもう本当結構やっぱりさすがにもういい年齢なんであ<ー>結構ねあの正勝の祝報とか言ってる場合ではないぐらいに <laughs> なってるもうできるようになるが持ってくれんと <laughs> いやでもまあさすがにちょっともう隠せよお前言っても全部あの言う逐一言うわ今結構もうやばい今結構やばいみたじゃあもう言うなよあのやっぱ普に井口が帰ってもあのみんな何も思わねえからこの間まで元気だったみたいですけどやっぱお年寄りって急激に体調変わりますからああそう今じいちゃんも施設に入って施設の中でも病気してちょっともう本当に 本当にもう笑んもうてんようになるけんほんとに,にもういや覚悟してくださいっていう施設って言いながらでしょ違うよその <laughs> よくいじるな <laughs> <laughs> でも、あのー、数字結構前になったのってその施設に入って、うん、まあいろんなほにちょっと前までめちゃくちゃ元気だったんですけど、うん、一個悪くなっていろいろ悪くなって施設に入って施設でも病気になって入院してなんでヘラヘラしてんだよ <laughs> でもうちょっと覚悟してくださいと、うん、なってから やけに生きててるっいうののそパターン俺んちのババアもそうだよババアって言うなでタオパイパイみたいに帰ってくるんだ帰ってくるかおい死にかけてんだぞうちのじいちゃんがでばあちゃんもちょっとやっぱボケ始めちゃったんですけどただやっぱりねそれこそ言うんだろうなばあちゃん仲間というかあんたんとこの孫がみたいなだから僕が帰ってくるとやっぱ全然わかるし こういうことやってるっていうかるしっていうかそんなレベルまでいっとんうんまあ僕が会った時は別にまあまあ元気だったけど全然結構まあなってるみたいなんですけどハードがいけんのそれとかソフトとかハードとかねえわソフト入れ替えて動いてねえわたださっき言った父方のじいちゃんは脳がもうめちゃくちゃ年上なんですよもうすぐ100歳ぐらいなんですけどまだ全然ボケてなくて まか取材行くぐらいですからそっちはまだ無敵誇ってるんでそっちの技術のほうがいいよそ三馬作の方の父方のなんで僕両方のじいちゃんがなんか技術を持って変えられてんだよまあまあまたねあの報告します、ね、もういいもういいもう,いう笑あの難攻なんか終わる頑張れよ <laughs> 絶対死ぬなよ <laughs> いやそれしょうがないですからただあのー まあ良かったです帰る機会あったんだねまあねあえて良かったよねそうそうちょこちょこまだね多分いやまだ最後じゃねえんでそんなこと言うなまあでもうちの親も別にそのねそれでこう弱ってるとかないしまあ普通に考えたら僕らの年でじいちゃんばあちゃんが献金してるっていうのはないですからね珍しいぐらいですからねううしょうがないんですけどちももう着とったもかなりボケとったおじいちゃんおばあちゃんばあさんがなまあそりゃしょうがないですよでも だから僕が帰ったらやっぱそのうちのばあちゃんって本当に厳しくて芸人やってるっていうのを隠してたけどいざとなったらこう喜んでくれてるわけですからじいちゃんばあちゃん高校もできてると、うん、できてねえわこんなところで裏でめちゃくちゃ言って <laughs> 恨まれるぞ届くようにねこんなもの届けたら終わりで <laughs> <て> <laughs> すぐ行くぞもうその <laughs> これ見たらじいちゃんも天国まで届くよ、ね、<laughs> いやいやまだ生きてますから <laughs> ちょっとまたね 元気にいてほしい本当にね本当にいいいや元気にいてほしいまあまあまあでも別にしょうがないですよもういい年齢なんで、ね、し,ょなだんしょうがないよね我々もなかなか帰れないからちょっと帰れる時はね顔出すようにねい顔出してあげてよお前なかなか行かんのんじゃけ実家にそうそうそうなかなか実家に僕行かないんで岡山だけだったら岡山から帰るだろうもうすぐそりゃそうだもん山に行かずにうん そうだろまあそれはそうなんだけどいやいやこれ言ってきますけど岡山市から津山市までが東京岡山間と同じくらいかかるんだからかかるほんまにマジでシャレならんよほんまなあれお前なんてその家族いてまあ奥さんとかのために帰ってますあるし迎えにも来てくれたりもあったりするでしょうけど僕なんてもマジでその記者で帰るわけですからいや記者よ俺も帰る記者でもうその今回も記者でまあ当然行き来するわけじゃないですか で帰りが記者、まあ、に乗る高校生とかいる,いるじゃないですか <laughs> 1>, で1両とか2両しかないんですよ <laughs> そこに高校生がいて大ピンチなんですよ、僕からしてさすがにそこで気づかれてるんですよ。解散した時めちゃくちゃ危惧してう,うわ、やばと思ってあの、ね、地元で、うん、あウエストランドだとか言ってもらうのありがたいけど <laughs> あの2時間近くの電車の1両の中に気づかれたらずっと大変じゃないですか、そんなの本当にこの。 怪しいんですよ明らかにそ,の<や>そんなあの大人でなんかこれぐらいの年齢の人が乗ってることないから逃亡犯みたいなもんなもんいやマジで逃亡犯みたいにその <laughs> でけえ荷物持って逃亡犯みたいになって真っ暗闇をなんとかくぐり抜けて <laughs> 行けたんじゃ <laughs> うん多分大丈夫だと思います、うん、まあ高校生は高校生でねわいわいやか、ね、ま,まあまあまあなもうでも高校生中に一人の30代ですからね本当に、うん 見るじゃんあの時間はな何この人ってなるぐらいですか、うん、そこくぐり抜けてなんとかうわ <laughs> やばくぐり抜けなきゃ帰れないんで僕なんかもずっとこうですよこうバーッてなんか遜色ないもんな、うん、その。 まあいるだろ、そういうなんでもないしかもボックス席とかしかないからもうねそうなんだよな、ボックス席やめてほしいよな、もうんでボックス席にするんだよ、あんなにボックス席問題もゆりかもめボックス席しかないみたいなことを数年前に10年ぐらい前に言ったら今はもうボックス席じゃなくなったわけですからそれはすごいね、やっぱり先に全部合ってんだよ、直せよ、津山線もうボックス席無理だろ、今さら、すごいとこ、っかいだろ、あれ。 普通に道中圏外ですからねそうだろそれも腹立つんでスマホも見れないのにもう時間しか潰すしかないのにもう時間潰すしかないのに動画見れだろ圏外ですから圏外腹立つほんま道中圏亀の子ぐらいまで圏外ですからねもう待ってくれよ何とかしてくれあれよ SNS もできんし何にもできないだから LINE もできないし何もできない本当に逃亡犯みたいに知事公論も待ってキャップかぶって リュック抱えてそう、<laughs> なんとか逃亡してきたんだよね。まあまた帰ることもありますんで、ぜひぜひ地元の皆さんもよろしくお願いします。そ <laughs> つけ、愛してますからね。えー、愛してねよ。地元の皆さん愛してます。すぐ帰お前スークったか。あのうわんも見たことないけど、こう駅まで歩くところをもう撮ってたじゃないですか。その駅に帰ってくウエストランドみたいなシーン。うんうんああ なかなかないでしょうけどマジでそのままま帰りました着替えていいですよそこは着替えていいんでみたいなまあ本当に帰ってるっぽいシーンを、ね、撮るんでしょうかゆっくり着替えて駅に入っていくシーンをじゃあ撮りますんでって「うん、はい3日どうぞ」って言って「ありがとうございましたお疲れさまでした」 そのまま帰ってあんまないよなあの帰り方ないな大体はいケーですって言ってあれはねしばらくして実家帰ったりとかちょっと話したりとかなんかあるけど電車の時間汽車の時間が迫ってたんですよマジでまあまあ1時間に1本しかないからそれを逃したらもうとんでもないけだから急ぎましょうってなって急いで行って急いで帰りのしにとってそのまま食器のそのまま帰ってっロケの間違いにそのなかなかない ロケでそのまま間違えにする大体、うん、<laughs> いい止めるけど <laughs> 止めずにマジの挨拶だったんでカメラ回ってる時に、うんま、回しながら挨拶ああしよ、あの、ま、いたつあいさつって言ってそのまま帰りましたから危なあと12分しかなかったあ,あそうではあそこからもう逃亡生活ですからね電波もねえしいやほんまよスマホもつつけるっ、ね、皆さん愛してますんでねまた帰りたいと思いますえ、えー、それではそろそろ行きましょうウエストランドのブチラジち、えー、今日のブチラジまずはこのコーナーからです、うん

先日「じゃない方の彼女」というドラマを何気なく見ていたら、うん、なんとウエストランドのお二人がドラマ内に登場し、はい、なかなかの長尺で映っていてびっくりいや冒頭からでしたからねうそうねしかもドラマの題名に合わせて河本さんをいじっているし、うん、井口さんは俳優さんに普通に井口って呼ばれてたしすごいですうん、うん、きっとドラマの監督さんとかがブチラジの大ファンとかなのでしょうか、うん、とにかくソルジャーとしてはただ嬉しかったです裏話などあれば聞かせてください まあ、これドラマー出させていただいて役どころで言うと、はい、まあ僕ら漫才してて、うん、それをこう見てるっていうそういう役でよく出るのででも今回はそこにちゃんと絡みもあってがっつりでしたからねで、この人がじゃない方ですみたいなのもやったんですけど、うんうん、まあ、監督さんがファンっていうか、そのまあ、ヤギ案件というか八木さんがぶち込んでくる <laughs> <laughs> 多分詳しくは僕らは分かんないですけど、うん、なんかたまにドラマの仕事をくださるよねそれでぴったり合ってるっていうのもあってかやらせてもらって、うん、ただその早朝だったじゃないですかあの撮影が早朝でしたねで僕は多分ピンの仕事が前の日前日結構遅くまであったんですよ確か、うん、あれ撮った時にね、うん、で僕ら漫才あのミュージシャンのネタをやるんですけど、うんうん まあドラマなんで、まあ、リハやって動き確認してなんかドライみたいなあったりとかね,あったねで一回撮ってもいろんな角度から撮るんで何回もやるんですけどさすがに僕も、あのーね、手抜けないじゃないですか「い、うん、くぞ横浜」っていうネタ、うん、めちゃくちゃ言ったんで言ったね<あ>の <laughs> 僕のどあんま潰れることないけどちょっと声飛んだもんそのあそうぐらい。まあ その別に1日で治りましたけど<う>めちゃくちゃやったでしょだって <laughs> っお前はいいよほぼ何もせずいるだけだから「うん、づちですからねそそそそうそううそう、あのネタの関しては特にそう行くぞ横浜」を、まあ、めっちゃ言ったような、ね、何カットも何カットも撮って<う>で、ピキャッと止まるのも本当に止まってなきゃいけなかったからそうそう あの映像上止まってるんじゃなくてガチで止まるその間に浜田岳さんがねそうそう出てきて喋るってあれもねなかなか大変でしたし止まってくもんねお前はもうほぼ止まってたよ最初からそうそう僕はもう楽だったお前はこの状態で止まっとかなきゃいけないそうそうそういやでもまありましたしね多分ねいやそうですよざけんねよ僕はなかったけどでもありがたいですねああやって結構いろんな人がやっぱたくさん見てくれてるでしょうし井口とか言ってもらえるのもありがたいですらねまあ 我々といえばねやっぱ実りゆくってひどい目にあわされるっていう事件もありましたし、ね、ああいいう役は多いんですよねだって「くもマン」「くもマンん」もタクシーから漫才の流れるっていうのもあるし、うん、前その小田裕二さんが出てるドラマで僕らのシーンが出るっていうのもあったしあしちょっと前もありましたもんね「2分の1夫婦」で僕らのやつが使われててっていうのもありましたし。 多いね、その考え。画面上にいっぱい出てくるんだよ。なんで全部本人役。まあね、まあちょっとまたいうの出させてもらったらいや、ありがたい。見てくれた方ありがとうございました。まだ見れると思いますので、ぜひね見逃しとかあるかなみたいそうですね、あると思います。よろしくお願いします。はい。こんな感じですかね。はい。以上普通田のコーナーでした。続いてはそんなことあります？そんなことありますというそのような本の話を送ってきてもらってます。いきましょうか。ブチラジネーム乱華女子。はい。問題。 かつて盛んに輸入されたある大型のゲッパー類が農作物に被害を及ぼすことなどから現在は特定外来種物に指定され,指定されていますカイリネズミとも呼ばれるこの動物は何でしょうそうです答えはヌートリア<ー>アタック25の最終回でソルジャーチャンスの問題が出るなんて <laughs> そんなことありますすげえらしいですよアタック25の最終回にヌートリアの問題出たらしいですからうわすげえ いいよよよですよなんか「ヌートリア」最近ちょこちょこ聞くんだよな聞くなそう「ドラえもん」にも出てましたからね「うん、ヌートリア」が売れてきてますよ売れてきてるねもうあの時はあとアタック25が最終回っていうのはもうショックすぎてなああそんなことよりな <laughs> いやいやいやそうそう別にショックですけど、うん、ショックじゃが <laughs> いやいやそんな一回も聞いたことないよお前が「アタック25」を声なく愛してるみたいなことめちゃくちゃ見ようよ僕知らない聞いたことないよ一回も <laughs> ああそうなの、うん、ああ聞いたことないよ 芸人が出てた時はインデペンデンスデーの久保田さんとか出てたじゃあめっちゃうらやましいというかうらやましかったなセライトスパのあの優勝したんけなんかありましたねもう終わりましたから知らない聞いたことないんだから長寿番組ョ長寿番組であったよブチラジネームギャツオ斎藤井口さん河本さんおはこんばんちは4歳のおっ子とブチラジを見ていた時のことです見るな子が 子が井口さんを指さしながら「星のカービィの敵みたいやっつけたい!」と言っていましたよくよく聞いてみたら <laughs> モアイの姿をした敵に似ていたらしいです<ー>そんなことありますカービィ好きなのにな僕もカービィ知ったんだよ4歳の子が。でもこの間電車に乗ってたら、うん、目の前に、うんまあ、お父さんと、うん、ちっちゃい娘2人で 2>、うん、その娘がカービィのぬいぐるみ持ってましたよ えー、で落として「ああカービィか」とか言ってたんでやっぱ丸いしかわいいし今もなんかねリメイクされとんるってまあ,、まあ、あスマブラとか出てくるかスマブラとかでも出てくるしなんかあるんじゃない色々<ー>だから好きいやかわいいでしょだってカービィはね、うん、かわいいけど最初,あの最初の最初にカービィ出てた時な、うん、何このチープなキャラクターはって思うで<も>まあ確かにでも仮,仮のキャラクターはつるんとしてただの丸ですからね、うん 確かにな。逆に斬新だったんだろうなそれがか<な>、うん、いいじゃないですかいやええー、もちろんええよ僕も好きだからあの時は僕は衝撃だったけ、あのー、言ったらだんだんそういうグラフィックの技術が向上してきてる時だったから、うん、よりいろんなのがなる中急にもう原点回丸ですからね、うん、しかも最初のはコピー能力もないからただ吸い込んで吐、ね、くだけですからね。うん、でも敵じゃない仲間なのにな僕カービィの。 まあな不安だよだから言っといてくださいお甥っ子にカービィの仲間だっていうこと仲間ではない仲間ですファンなの仲間ですええいつから仲間ですいつから人の話聞けるいや仲間なんだからええ言い切るようなぶち出しネーム週休4日希望この前夫とショッピングモール内のスーパーで買い物していたら 自転車を押しながら何食わぬ顔でスーパーをうろうろしているおじ, <laughs> おじさんがいましたそんなことあります怖っ<わ>でかいとこだとでもあのでっかいイオンとかってもう街みたいになってるから、まあ、ねおじさんからし行けなくはないけどね,、まあまあ、ねただ迷惑ですからやめてくださいね、うん、ダメですよえー、ぶち出しネームもち米 <laughs>、えー、仕事帰りに電車に乗っていたらドアが閉まる直前缶ビールを手に持ったおじさんが駆け込んできましたお,おじさんは車内ででマスクを顎まで下げ すでに開けてあった缶ビールをごくごく飲み開放感あふれる満足げな表情を浮かべた後、なぜか目を閉じて上を向いたまましばらくその余韻に浸っていました「このコロナ禍でこんな人いるんだ」とドン引きしふとおじさんの持っている缶に目をやると「朝日ゼロ」と書いてありました <laughs> ノンアルでしたそんなことあります ノンアルなのになぜ家まで我慢できないのでしょうかできないというかなんで余韻に浸ったんだよノンアルでいやでも今のノンアルうまいからねまあうまいけどだめです社内では飲まないでくださいまあそれはだめですよただノンアルとか今なんかビアリーとかねあるあれはうまい確かにその僕らがお酒飲み始めた頃ぐらいにあるノンアルっていや違いすぎるだろっていうぐらいそう飲めたもんじゃなかった今本ほんとおいしくはなってますねもう全然変わりになるからねぜひぜひね えー、ちゃんと家で飲んでくださいその代わりね,、うんねえー、以上「そんなことあります」のコーナーでした、はいえー、続いては、えー、もう行くかエンディング、うんうん、エンディングです続いてはエンディングです <laughs> <laughs> ちょっと告知というか、はいあのー、ご報告なんですけど、うん、がれきを売ってたじゃないですかあそう、ね、ちょっと僕らも完全には理解できてないんですけど、うん あの瓦礫を買ってると、はい、屋敷関連のいろいろ見れますよみたいな話したと思うんですけどついに、あのーまあ、これを配信してる木曜日からかな、はいえー、見れるようになりました我々がが瓦礫、うん、じゃねえやなんだっけあれ屋敷か屋敷ねまあ瓦礫でもいいです <laughs> <laughs> ががみたいな建物の中を本当にね、あのー、結構くまなく見たというかそうですね 隅々まで探検するそうそう結構世に出してもいいぐらいの映像、まあ、出せないからいろんなもの映ってるから、ね、<laughs> だからこそ瓦礫、うん、を買ってる人だけ見れるようになってるみたいなんであ面白いと思いますよそう,そうそう映像自体は多分20分近くあるぐらいがっつりあ<ー>撮ってるあそうなんで結構回ったもん、あのー たぶん多分あの DVD パクるとこも映ってると思うんですよああパクってた VHS かパクってたパクってた VHS パクるとこまで映ってると思うよ井口が社長の人形を床にたたきつけるかそんなシーンねえよ <laughs> お前だろやったのはあ<れ>違うお前がストラップをなんでこれみたいなんでいやいやお前がやっとったっといや,いやみんな見てくれ絶対ガレキを買って <laughs> 僕はやってないからなあとその遺体が映っ,ってないよ <laughs> ちょっとでもね いいないろいろまだまだいろんな一個だけちょっとネタバレして、うん、これねまあいろいろあるから見てほしいんですけど一、うん、個だけネタバレするとしたら永井さん永井廉一さんが <laughs> あの「いい友のテレホンショッキングでもらうプレート」を捨ててましたあれは絶対持って帰れ 出たしかも永井さんちゃんと『テレホンショッキング』出て僕らも最終回にいたことでスタッフさんにご厚意でもらったんですけど出てないけどねでも宝物じゃないですかいや宝物あれだけは。 は屋敷にた多ん事務所に落ちたから屋敷に誰かがげてたんでしょうねあれはあれは衝撃だったその辺も映ってますんでさすが永井さんでしたねまさにねレッドカーペット出てた時レッドカーペット流れてそのまま帰りましたからだから僕のロケの日じゃないよなレッドカーペットのベルトコンベヤーのまま帰ったそうそう僕ら一緒の会があってねででででつってそのまま歩いて玄関まで歩いて「お笑いでした!」ってその足で帰ってはけて 瞬間てその勢いで帰ってきたその勢いだから僕の,あの駅の日じゃないですぐらいの人ですからやっぱいい置いて帰れるんですね、うん、なんでガレキの、えー、あれ何ですか、P、<FT> NFT を持ってるとそのなんかサイトを見てもらって あの持ってるってこう認証されたら映像が見れるようになるシステムみたいな。なるほどね。あのガレキだけ買うのみんなわけわかんないと思いますけど、うん、映像とかいろいろ見れるんで。ガレもまあ値打ちありますからね。何せヘルミペ作ですから、ね。そうそうそう,そう。ぜひぜひそのガレと合わせてね見てください。うん、よろしくお願いします。ますえー、ブチラジは YouTube と Podcast と AudioBook .jp の企業大プランで配信しています。えー、ステッカー T シャツを希望する方は順序を忘れずに書いてください。えー、今回のオーディオブック特別編ではフドタを紹介していきます。ますモデルじゃない。

僕らはこれもらったんすよ最終回にレギュラーメンバーだった人とかマネージャーさんのも全部そのきなはからいでねこれがだって嬉しいんだからそう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 この世で唯一ですよ置いてったのいやすげえな永井さん行かれとんなうわっおおっあれトトじゃんほ人のせっていじゃないですか